はい、こんにちは。ブラックスクワット。今日はね、VBSS、チームデスマッチ、MP7 で引き続きプレイしていきます。まあ、MP7 でいろんなマップをプレイして勝ちに行くってことなんでね。はい、サムネ用。VBSS のマップはね、まあまあ、あんまりロングっぽいところがないんでね、比較的どこでも戦えますね。まあ、前回やったストレージは結構長距離の場所が多かったんで、あまり、まあ、縫うようにして、相手陣地深くに潜り込んで戦う方がいいんですけど、ここはね、まあ、こういうところはきついね。ここ速攻で降りて、まあ、ぶっちゃけこの辺が一番いいです。この辺でやってるのが一番いい。この辺で、敵を倒して、あの階段登ったらもう最高ね。ボーナスゲーム。この辺でこうやって、うだうだやってるのがね、一番いいんですよね。まあ、ここと、できたら、相手のリスポンの合間を塗って、裏階段から登って、後ろからガスガスやってったら、もう結構稼げるね。このマップは。さあ、サブマシンが使ってるんで、視点をぐりぐり動かして、よく見ましょう。さあ、一人二人、三人やっていく。おっと、四人目、リロードの合間をやられてしまったか。あと進むルートとしてはね、まあ、ここから左に来つつ、あっとちょっとまずいジャンプ中のエイムで、弾が当たらなかったか。まあ右側からね、入っててもいいんだよね。右側から入るときは、おっと、いっぱいいるね。もうやめよう、あれ放置。ここはもう速攻ジャンプして、戻るか、まあ、敵にね、入られてる感じ。あ、入って、いなかったな、全然。失敗した。あ、これはもう終わった。3人に見られている。そう、右側の上から降りるときは、まあ、攻められてるんだったら裏取りに使ってもいいし、そうでもないんだったらそのまま奥、敵陣に入って、その右奥からね、リスポン地点抜けて階段登るルート。それが一番いいですね。さあ、突っ込んでいく。スナイパーかな。サクッと倒していく。おっと、リロードか。くぅ。いや、サブマシンガンのね、この MP7 のリロード結構早いんでね、ハンドガンに持ち替えすることをためらってしまう。それが良くないんだよな。さあ、奥見えてる。おっと。もう全部やったか。左もね、結構まっすぐ進んでて、こうやってね、倒したら降りて、相手のリスポンスを狙うみたいな、そんな感じでもいいです。さあ、後ろから狙おうと思ったけど、後ろにすでに敵がいた。はい、3分の1。あれ、負けてるし。3分の1終わって、52対64ですね。負けてます。ちょっと下が怪しいんで、下を見ていく。さあ、奥にいる。横から撃って、なんとか散らしていく。さあ、下を片付いて、ラインが上がってきたんで、下を誰かに任せて、私は上に行く。おっと、ボム飛んでくる。うわぁ、リロード狙われた。きついなぁ。まあ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 、半ばぐらいでいい駆け引きしているんじゃないでしょうか。うわ、きつい。この距離はちょっときついか。しかも L 字、L 字取られている。で、左の方に、自陣に入り込まれてるんで、そいつサクッと倒して、さあ元通り。右から左を見て、味方がいっぱい行ってるんで、左を私が倒して、さあ、ここ、飛び降りていこう。おっと飛び降りて、戻っていく。で、攻め込まれてるんで、後ろから、背中を落としていく。で、これでね、味方のラインをガスガス上げていきましょう。お、いいね、いいとこにスモークあるんで、スモークの中を通って、敵陣に入っていく。が、見られていたか。さあ、次どうしよう。上から行こうかな。上から行って、右からのルートを取ろうかな。ちょっとね、上の左、居すぎなんだよな。こっちからサクッと敵陣の方に入っていって、スコア稼ぎをしたい。さあ、スナイパー一人やって、で、後ろから背中を打っていく。リロードして、振り向きざま、あ、いるね。音を聞いてサクッと、ピンクヘッドショットかましていく。後ろから背中を打つ。で、上、これは狙えないかな？見られていた。あ、結構いい感じですね。だが負けている。結構な、ライン上げたりしてるんだけどな。他がちょっと、あれかな。きついのかな。おわ、負けた。
さあもう一回右から行くか。おっと、手前に敵がいるんで、ちょっとサポート入った方がいいか。さあ奥、僕の敵を味方から倒していく。もっと、AK。3分の2終わって、うわ、20、差が20ついてるね。これ結構きついんじゃないか。なんかあんまり厳しそうな試合じゃないんだけどな。まあいいか。うわ、見られた。倒すべきだったね、今の。いや、結構入られてるな。まずいな、これ。一人。一人やっただけで終わった。ちょっとこれあれだな。ゴリ押しするか。サブマシンガンで、ゴリ押ししていく。思ったりいないぞ。さて、一人。もう一人やっていく。そのまま奥に入って、いつも通り、敵陣付近で、散らしていく。が、多すぎる。20差から詰めることができない。結構まあ、すぐ詰められちゃうんだよね。さあ、遠い。遠いけど、なんとか、倒していく。まあね、味方が、おっと、ザワールド。ここでザワールド発動。結構ね、味方が削ってくれた、瀕死の敵を刈り取るのもね、もうサブマシンガン得意なんだよ。もう撃ち当たるからね、何発かは。弾も早いし。うーわ、ちょっとこれね、この感じ、この豆鉄砲な感じ。結構当ててんのになぁ。やっぱこれがね、今の中距離が一番良くない。さあ、近づいていく。で、25差。結構差つけられちゃったな。はい、VBSS。一応ね、まあ、サブマシンガンの攻略方法はこんな感じなんですけど、負けてしまいましたね。残念。次こそ。はい、てな感じで。まあ、スコアは一応取ってるけど、課題ですね。はい、そんな感じで次やっていきます。